そしてタイトルからの9あれ ?94%? 6% 足りない。なんでエクストラステージでも出てんのか。ステージのクリアで 62%、ボスで、14%、 虹の雫で 14%、 ダークマターで 3%。 あ、ボーナスゲームでパーフェクトを取る。ボーナスゲーム?チャオを取るってあるけど、チャオってなんだ?え、ボーナスゲームなんてあったっけ?ということで、クリア後にボスマップに入るとミニゲームが遊べるから、それをクリアするとパーセントが増えるということで。まあ、じゃあ行ってみましょうかね。ボーナスチャレンジ。これでパーフェクト。そんな難しくもないのかな。パーフェクトでダメージを食らったら終わるのか、全部取りゃいいだけなのか、それもわかんないけどね。終わりが見えないのが怖いね。パーフェクト終わりが見えないのがすっごい怖い。20分の何とかとかしてほしい。で、ボスクリアした後にこれすると、あの閉じてるね、ボス部屋が。おお、別に食らったらダメか。なるほど、しまった。何、ミスると閉まるのか。復活の条件なんだろう。ロードっぽいね。当たってもいいのかなと思って適当にプレイしちゃった。早い動きだな。これはカインの状態でできるのかな。ねエグジットできませんね。正直上を押してね、上に行くのほんといらないんだね。 A ボタンの方がいいな。これ何、跳ねたやつも食らっちゃダメそうだね。ここさんまの名探偵で見たことあるよ。これ早すぎひん。だよな結構むずいんだけど一発ミスった。シャインとブライトさんが。ほっ、キツナイ?7ワールド目はどうやらあと 6% だったからね。これはちょっとチェックしよう。
これ当てても取れるのか。ダメみたいですね。結構むずいよ。で、最終ステージはなしだ。で、ワールド変えても復活はしないんで、あれかな、これオートセーブだから、リセットをして、一つのミニゲームをね、順番にやっていった方がいいね。いろんなミニゲームをやるより、一つのミニゲームを。できるだけ真ん中にいた方がいいんで、できるだけ早めにジャンプで取った方がいい、ね、次のに移行しやすいんで。画面端から画面端はえぐくない、取れた今。パーフェクト、パーフェクト、よし、オッケー。とりあえず2面やな。ここは下で抜けれるよね。抜けれるな。やったか。よし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 。これで今 97% かな。リックできたら、失敗した。きつい。うわー、もう巻き戻しプレイがあったらね、さすがに当たった時点で巻き戻しは卑怯だけど、このリセットの手間省くぐらいならいいかなっていう。まあ、はよスイッチ、ね、オンラインのレトロゲーにゲームボーイ、はよ。ここからはずっと回避かな。パーフェクト取ってたね。当たったのがダメだった。さあ、あと2つ。社員のとこと。つららのところか。これも早めにジャンプで取って、次のところに移動できる。画面端から画面端がちょっとひどい。これね、ジャンプした方が早いな。まあこれはそこまで難しいわけでもないな。20個っぽい。さあ、ラスト。これもう終わってんじゃん。
さーて、これむずそうなんだよね。ほら上も振ってくるし、攻撃までしてくるんだよ。むずいって。とりあえずこれね、取ったらランダムか、それ。これひどいって、ほらひどいって。これ星が残るのか、2回跳ねた後落ちるのかだよね。残るんだったらね、回避優先すりゃいいだけの話なんで大したことないんだけど、多分残らないと思う。2バウンドまでかな、そんな感じだよ。よし、あぶね。水とこれがや難しいかな。さあ、行ったっぽいね。星、ほら、なんかすっげえ光ってる。リセット。100%。 おっと、オプションが追加されましたよ。サウンドテストかな、いつもの。こんな曲流れたっけ。あ、出て出た。出て出は一発でわかるな。なんだよこれ。23番 BGM じゃなくて、うん、こう、あ、なるほどね。あのあれだ、クリアのボーナスゲームの一番下だと音がちょっとずつ長くなっていくんだ。さすがに一番下は狙わなきゃ無理だからね。ということで46曲。これ97万の。あれ？今回マイクなかったよね。まあ、BGM にも効果音レベルのやつあったけどね。カカカカカカロット、違うやつや。何で使われたかわからないのもあるね。あの音止めるがないんだよね。まあサウンドテストが入ってるだけいいんだけど。あ、 B で止めれた。セレクト、スタート、お、スタートだ。で、ボス。これ何？ボスラッシュか。ちょっと待ってね。あ、
やめられ。意外に強いミス。あ、しかもコピーなしか。あとは体力が回復するかどうか。ボーナス、あーでボーナスミニゲームね。オッケーオッケー、はい、オッケー。ということで、これ連続全部パーフェクトはちょっとしんどいんであとはボスラッシュ、あ、次に行くんだ。ね、やりたくないですね。ボーナス連続パーフェクトはいらない。じゃあね、ハルケン、ハル部屋があるのかをちょっと確認しておこう。カービィ2、ハル部屋はあるのか。なさそう。春部屋、夢の泉物語、タッチカービィ、うん、夢の泉からで、どうやらクスーには春部屋はなさそうだね。ああ、なるほど、これのパーフェクトね。これのパーフェクトはちょっとつらいね。何周しなきゃいいかわからないと思うんで、やめとこう。ね。これはやめておこう。これやらないということで。さあ、ということで、あとはボスラッシュをクリアすれば、まあ、パーフェクトクリアということで。さあ、行くぞ。体力回復しなさそうな気がしてるんで。攻撃してきて下に行かないとリング来ないのか。なるほど、そういうことね。パターン入った。ノーダメ OK。 でも回復するかどうかの判断ができんで、逆にノーダメだから。これ取れんのね。オッケーオッケー。正直カービィ2はコピー能力が弱すぎるんで、まあ、個人的な意見になるけど、これ吐き出した方が早いし強いよねっていうのはある。OK、ナイス、ノーダメ。あ、上打ち、うわー、食らっちゃった。上打ち、下打ちもできるんだ。何それで、突進は上下に。回復なしだと全抜ききついな。単純にこいつがすでに強いんだけど。あぶね。多分みんなはこいつカインと一緒に倒してると思うんで。
たわせねえ。確実にここで倒しておきたい。よし、回復して、回復して、回復なしだわ。これむずいぞ。最近の格闘とか目じゃないぐらいむずいぞ。しかも途中なし。おう、まあ勝手に練習しときますんで。さすがにね、これちょっと今から下手すら1時間ぐらいかかるかもしれないんで、多分これあれだよね、ダークマターまであるよね。それじゃあね、最後に星のカービィ2のウィキからね、ストーリーを確認してね、うん、終わろうと思います。これ多分きついわ、回復もなかったし。最近の格闘への道は途中でね、あの回復アイテムとか取れるけど、多分そういうの全部なしなんで、うん。ストーリー、舞台はププランド、この国はいつも虹がかかっている虹の島々と呼ばれる7つの島があったのだ。そしてこの7つの島には、虹の雫という宝物が眠っていると伝えられていた。だから途中ワールド一に集めていたのは虹の雫だね。ところがある日、虹の島々にかかっていた虹が突然消えてしまった、ね、ダークマターが虹の雫を隠してしまったのだ。プランドを闇の世界に変えようとするダークマターの野望を阻止するためカービィは旅立った。そんなシーンあったっけ。知らないと。まあとりあえず、あの集めてたのは虹の雫。レベル7ダークキャッスルで、デデデ大王はなんか寝てたよね。まあダークマターに乗っ取られてたんだね。ちなみに、ね、3面のアンコウのボスはスイートスタッフって名前らしいね。イノシシの親子は、ヌラフ&ネリ、まあ、ウィスピーウッズにアイスドラゴンで、シャインとブライトで、クラッコジュニアとクラッコ。いやね、オープニングムービーもなかったよね。まあこの時代はね、あのオープニングとか何もなくて、トリセツとかでストーリーを補足してるってのも多かったんでね、しょうがない、しょうがない。まあ最近はオープニングムービーでね、なんで、こうなったのか的なことがカービィでもちゃんとあるけどね。はい、ということでね、星のカービィ2、まあまあコンプリート 100% クリアということで、ボスラッシュクリアはかなりきついと思うんで、そもそもね、まだあのラスボスに安定して勝てもしないのに、体力減った状態で喧嘩打って勝ってるとは思えないんで、おそらくクリアするまでだいぶやり込みがかかると思うんで、まあ星のカービィ2はね、これで終わろうかと思います。はい、ということでね、星のカービィ2、これで、終了します。はい、ということでね、20周年記念に戻ってまいりました。まあ、コレクションではカービィね、カービィ2、スパデラ、ね、カービィ2と初代ね、で初代ももう終わってるんで、夢の泉物語、カービィ3、64がこの中ではまだやってないんだけど、これ全部スイッチオンラインでできるんで、やるならそっちでやるため、もうこれでカービィ20周年記念はまあ起動する理由がちょっとなくなっちゃった感じだね。まあカービィ30周年のね、コレクションが出ることを祈りつつ、ね、30周年の間にまあぜひとも、ね、まだやっていないカービィもやりたいと思っていますのでね、次のカービィシリーズをお楽しみに。はい、といったところで、ね、星のカービィ2終了です。それでは次のカービィシリーズでお会いしましょう。それでは最後まで見てくれた方はお疲れ様でした。